あれね。なんだ。マインビームじゃねえ。言えない。あれ。行った。復活してないわ。復活してるかなと思ってた。ん？ポロターミナスを検知。なんだ？アルテミスに起動レーダーを送信する。ああ、見つけたのね。どうも欲しいし。よいしょ。どうしようか。ピリオド。どうだ、ピリオド。はい、よ。少しでも残ってた。とりあえずでは、乗り物を呼んでいこう。あ、何やって？ほんとびっくりするわ。向こうに行きつつね。ポロターミナスからするってなってたんで。ここで行っちゃね。半物質も欲しいけど、ストーリーも進めたい。着陸プロセス開始。よし、来たで。安全な場所でね、やるべきやね、やっぱね。放射能濃度。のせいで、いろいろとね、臆病になってたから。こういうところやとそんなことないから。そんなことないから。本当に。登っていくでいい。キャッハー。ういっす。あぶね。こっちこっち。いいよね。このゲーム好きだわ。ストーリーも多少はあるし。うん。だいぶ好きな部類のゲームかな。なんて思ってる。ポロターミナス起動。複数の発信機を利用可能。このタワーは強力なシーン。ああ、起動する。するする。アルテミスと話す。自分の現在位置はもう特定したのか。ジェイトを受信する準備ができたら教えてくれ。OK です。素晴らしい。私たちは本当にたどり着きつつあるのだ。KZZKT から手を離さないように、今から。あ、なんだ？自身の自身、周辺宇宙を示す清潔やデータを送信してきた。何の装備も持っていない。自分の現在位置は不明だ。ここにどれくらいいるのかさえもわからない。そこで旧来の手段を取ることにした。星々の位置を図に起こしたのだ。ここの星のパターンを既存の情報とマッチできるものはたくさんいるはずだ。私の船は近くにあった。だから我々も相当遠くない場所にいるだろう。君が宇宙ステーションにいるものの言語を理解できるよう翻訳機を接続する。最初に調整が必要だが、数単語聞き取らせればいいだけだ。今後祈る。できればまた近いうちに。来た！なんだ、アルテミスの翻訳機。銅がいる。お、ちょうどいいやん。もう帰ってきた。よかった。マイクロプロセッサーもいるから。よし、銅を集めよう。銅を集めよう、いっぱい。それは感じたぞ。え？ん？ん、なんかいた？なんかいた？なんかいた？これ以上今、傷広げる感じになってしまう。
ああ、痛い痛い痛い。下手くそか。え？ああ、君か。敵やったのかい？ちょっと待て。ほら、チキンじゃねえ、まったく。お、お前もか。お前もか。エネミー。ああ、きついわ。あいた！まだ来る！どんだけおんねん。焦るわ。もう、どこ？どこ行った？ここ行った。いやー、いすぎやねん。いや、マジで言い過ぎやねん。びっくりするわ。焦った、ほんま。鉱脈資源。あ、これじゃね？どう？どうよ？ソジウムか！違うな。ソジウムではねえんだわな。痛っ！ああバカやってる。ダメージが上がったの嬉しいな。だいぶ。え、これ。ナビゲーションデータ。ああ！あ、ナビゲーションデータこんなにやるのかよ。こんなんあったんや。知らなんだ。うん、なんでこんなにナビゲーション出てかあんのか不思議やけど、そんなことね。ナビゲーションデータこんだけあるのはありがたいな。あ、あれ絶対そうや。ちょっと、オッケー、とりあえずどういっぱいもらってこ。ここにあった動画、嬉しい、嬉しいぞ。え、いいから、そういうのいいからね。シリケットパウダーね。ああ、なんか撃ちたんだ、痛い痛い。OK。ナイスカットで。オッケー。外に出ると分かりにくい。よし、取れた、全部取れた。知識の泉かってな。石、泉じゃない、石や。
生命体。言葉が取れた。マイクロプロセッサー、あった、こいつや。よし、テープのロジウィス、オッケーです。うまくいったで、アルテミスさん。お、なんだ、言語の習得。異性生命体は様々な言語を話し、最初はどれも理解できない。コミュニケーションを取るには言語を習得する必要がある。惑星と宇宙ステーションにいる異星人と話し、方言を習得する。古代遺跡や史跡から言葉を学ぶ。エクサスーツに自動翻訳機をインストールして画画を翻訳する。で、話していったらいいってことやね。うん。見せてきた。実は助けを求める。助けは求めません。整形図ちょっと買っとこう。存在窓。コンプリート。パーセント。オーバクサー、異常なほど静かでレンズに映し出される光だけがリズミカルで瞬いている。その体の手に関処理が進んでいるようだが、私に知りする目はない。学習。存在。窓はこちらに顔を向けているが何の表情もない。どうやら聞いてはいるらしい。ロボットの言葉で何と言うのだろうか。実体。存在。窓はこの言葉に大きく反応すると、私の手をしっかりと握る。私たちの間でエネルギーが弾けるのを感じた。何、どうしたらいいて。居住者のいるアウトポストを探し。下に何かあるな。行かなあかん。ここからはいけない。あ、これ落ちたら死ぬわ。落下死しちゃうゲームや。あ、うん、あー、なんとなくわかった。なんとなくわかった。大気圏に突入してやるな。さて、ここよね。あれ？なんか変やぞ。ちょっと待って、なんか変なってんねんけど、おかしいって。翻訳機を調整する。どこ行ったん？あ？ちょっと待って、いや、わからん。よし、ちょっと降りるでしょ。こっち乗ってねえな。あ、パイロット乗ってるわ。何かある。これなんだ。すげえ。どう乗るべき。よし、いるかね。あるんだよ、パイロット。
あ、待って、俺が。これだ。なるほど。この方向か。わかった。お、未確認植物がある。今無理やからやっとこう。この先か。減少。なる、リチャージするまで。うん。こっちか。弾薬がありますね。あ、待って待って。うわぁ、もう。こら。こっちか。うん。あれか。オッケー。よし。わかった。ありがとうね。君と話して。行くということか。そういうことか。ん？生命体。その、コーバックスの研究室。あ、生命体、生命体記録した。司祭、エバックスクは、明かりを点滅させ、直接気持ちを伝えてくる。私に自分たちの言葉を教えてくれた。脳がすっきりした。去ろうとすると司祭、エバックスクは鋭い音を発する。自分たちの歴史に興味を持ったことを感謝したようだ。古代の遺跡の遺物の場所を示した設計図をくれた。復習。もう一回話すと？うん。司祭、うん。挨拶の仕方が定かりないようだったが。しないと嬉しいよ。で、ぎこちないのか。で、次は古代の遺物か。集めんの。何、どうしたん？成形図。使ってやるわ、成形図。異星人の遺跡を検知。向こう側ね。行けっつうことね。さて、じゃあこれで、行きますかね。いや、だいぶ進んだね、今日で。楽しいな、こう進むのは。進まんときっていうのが一番きついけど。エンジンが不足。どんまい、俺。うん。裏があるからね。これもあるからね。へい。降りようではないか。なんだこれは。さて、見ていこう。お、なんだ。太古の石碑が私の深層意識に潜り込んでくる。周波数に共鳴し、光爆するの残響音で私を満たす。知識こそが可能性を理解するための道である。アトラスはその断片を語る。アトラスインターフェースは今はさ。モノリスはチリチリになったその子供たち。それら全てによって無限の知恵が伝えられる。理解されることを求めて、言語の助けを求める。オーバークする知識が増えた。あなた！そうなんや。ん？え、これで終わり？え？え？ 66% がこれで。
ああ、知識の意思。あ、知識の意思を見つけろということか。埋没した文字、知識の意思は。こいつや。歩き行った方が早いっす。ちょっとびっくりするわ。音がびっくりするわ、ほんま。何かあるぞ、これ。調べる。アトラスパス。もう、パスいっぱいある。やだ、もう。やだ、これ。この人ね。未知の生命体よ。テストに合格したぞ。今や探索も、構造解析の追求も自由にできる。基地はあるのか？科学ターミナルは何かできることはないか考えてくれ。このコーバックスは私との出会いを喜び、非常に満足げだ。子息の通過儀礼を無事に終えたことで、宇宙に出て自身の興味を追求する許可を得たようだ。この科学者は科学ターミナルをもらえるなら、基地の一員になると申し出た。断る。おいおい、考え直してくれ。コーバックスはお前に結論が変わることを信じてるぞ。違うかった。この人やったわ、喋んの。どんまい、俺。コンバージェンスにとって、私、特に印象深いものではないな。興味には値するが、相手をする価値はない。アルテミスの翻訳機のひどい翻訳からでも、私はコーバックス種族に、まだ何の影響力も持っていないことは明らかだ。もっと信用ランクを上げる必要がある。お、コンタクト、いけましたね。ということでですね、セーブできるかな、どっかで。これがあるんやからいけるやろ。ね。うん。あ、また前の人も、ちょっと待って。ちょっと読もうとしてた矢先に出てくんな。オーバックスからの評価を上げる。ミッションボードで順位を上げる。宇宙ステーションのミッションボード。宇宙ステーションに行かないとダメ。ということね。オッケー、わかった。あ、ちょ、ミスた。ちょっとね、セーブ書くとこ。あれやろ、この近くに。多分。ないか？ないのか？あるでしょ？ないのかな？どうなの？知らんの。あれあれあれ、とりあえず次右耳の方のイヤホンも充電しろと出たんで、もうここで終わらせていただきますね。セーブは変えておきます。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。